第1期のグリニッジ男爵に叙されたキャロライン・タウンゼンドの紋章グリニッジ男爵はイギリスの男爵位。これまでに2度、1767年にグレートブリテン貴族として、1947年に連合王国貴族としてそれぞれ創設されている。1767年にカウンティ・オブ・ケントにおけるグリニッジ男爵に叙されたキャロライン・タウンゼンドは、1705年にグリニッジ伯爵、1719年にグリニッジ公爵を授けられていた第2代アーガイル、公爵ジョン・キャンベルの長女であった。叙爵時の特許状において、彼女のゴフチャールズ・タウンゼンドとの間に生まれた男系男子に継承権を限ると定められていたものの、彼との間に男子に先立たれたため、1794年に彼女の死去によって断絶した。1947年のカウンティ・オブ・ロンドンにおけるグリニッジのグリニッジ男爵は、ギリシャ・デンマーク王子であったフィリップ・マウントバッテンがエリザベス王女と結婚するにあたって、エディンバラ公爵、メリオネス伯爵と共に叙されたものである。ありがとうございます。